入りましたね。皆さんこんばんは。こんばんは。すごい元気がいいですね。いや、よくぞいろんなお祭りが2日目3日目とだだかぶりの中こちらにお越しくださってありがとうございます。本当にありがとうございます。あの、今回のですね、撮影ができないんですよ。あと録音もできないので、お初めにご了承くださいませ。お願いします。でもなんかすごいですね、このさらされ感がやばいですね。360度見えるので商店街でさらされ物なんてちょっとびっくりしました。はい、皆さん台風の影響がちょっと強くなりましたが、大丈夫ですか？大丈夫ですか？今日帰るんですかね？あ、お疲れ様です。僕なんて明日飛行機帰る予定なんですけど、飛ぶかが怪しくなってきましたね。どうしようってとこですよ。では自己紹介から、まず本日ですね、司会をさせていただきます、アニメ未来2013で公式リポーターを務めさせていただきました高井舞香です。よろしくお願いします。続きまして、お隣にお座りいただいているのは、アニメ未来2014にてアルモニの監督脚本をいただいた吉浦康弘さんです。ご紹介に預かりました、監督の吉浦です。町遊び今回初めてで、っていうか、まあ、ぶっちゃけ四国が初めてなんですけれども、本当は個人的に遊びに来るはずだったのが、ね、桶田さんに見つかって、じゃあ出てよということで、なんかさらに近藤さんが見つけたんですか、ね、あ、そうそうそう、近藤社長に、吉浦さん来るのみたいな、何もしないのみたいな。じゃあせっかくなのでということで、こうやって無理やり舞台を作らせていただくこうとになりまして、なんか最初は外でやる予定だったんですけれども、なんかこれはこれでなんかすごい近くでドキドキですね、これちょっとね。まあなんかゆるーくやっていこうと思いますんで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて一番端にお座りいただいてるのは、結構町遊びアニメ未来のメンバーにはおなじみなんですけども、一般社団法人アニメ未来より桶田代理理事でございます。代表ね、代表理事でございます。はい、いつもお世話になっております桶田です。ちょっと肩書きが変わりましたので、その辺は後でまたご案内をさせていただこうと思います。で、昨日から今日に移ったにもかかわらずご参集いただきまして、いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、以上の3人でですね、今日はこちらのブースでアニメ未来とアルモニーなどについてお話をお届けしたいと思いますので、皆さんいろいろイベントはありますけども、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。では先ほど桶田さんも言われましたけども、肩書きが少し変わったんですよね。そうですね、アニメ未来というものは多分ここの方々はくどくど説明しなくていいような気がするんですけれども。そうなんですかね。はい、今年もアニメ未来もちろん続いていて、後でその後に関するご案内もするんですが、よりアニメ未来に参加していただいた作品を見ていただこうということで、アニメ未来に今まで参加した会社の人たちが集まって法人ができました。で、その法人自体のオーナーも持っているのは会社の人たちなんですけど、まあ、誰もいないとですね、じゃあ見たいですっていう連絡どこにしたらいいのっていう話になって、やってくれるよねみたいな、ねね、空気の中で流れが中でやってるんですけど、まあ、ほとんど指定させていただいていることは同じようなことで、まあ、何か肩書きがちょっと変わったなということです。そうですね。でも今年のアニメ未来っていうのは日本動画協会が実施しているんですよね。そうですね、アニメ未来の2015という名前でも発表になってますけれども、日本動画協会という制作会社の集まりが今受託をされていて、後でまたご案内をしますけれども、4つの作品が普通に制作を今進められていると。で、ただ動画協会さんの方からは、この一般社団法人アニメ未来に対して宣伝というか、その作品を見てもらう環境づくりみたいな部分で手伝ってほしいというようなオーダーをいただいて、まあ、そのお手伝いをしていると、そういう関係になってます。あ、そうなんですね。私個人的なんですけども、今日このお祭りの中でここ一番真面目なステージなんですよ。不真面目に塩の絵はいくらでもできますけれども、私があれ不真面目にする、いやなんか結構それやってもいい空気を感じ取ってんです、さっきのビビンと。そうそう、でもなんかその辺は真ん中にいろいろこう事情があるんですけども、こう今回もボードウォークの方でちゃんとパラソルがあってステージもされてるっていうので、あんまり
こう私たちから見ると見え方っていうのはあんま変わってないような気がしますね。そうですね、はい、おかげさまでありがたいことに、まあ、アニメ未来って街遊びで非常にその皆さんとのキャッチボールをして育ってきたプロジェクトだと思いますし、まあ、そもそも誰が運営してるとかどこがやってるっていう話は本来作る人とかあるいは見る人からすると関係のない話なので、まあ、そういうことが表に出たりするよりはてかそんなことがこう出るよりはですね、ちゃんと作られたものがみんなが見て楽しめる環境が続くことが大事だし、そのためには多分街遊びってすごくいい場だなと思ってます。あ、そうですね、近藤さんの一言で吉浦さんがここにいますもんねそう、吉浦さんが来るんだったらアニメ未来それやんだよね。その一発ですよね。怖いですね怖いですね。はい、ではそんなメインゲストの吉浦監督に改めまして、はい、今日初めての徳島とお聞きしましたが、街遊びを回るのも初めてなんですよね。初めてなんですよ。今日の午前中に着きましてあちこち回ってたんですけど、まずもうそこでコスプレ通りがあるじゃないですか、あっち側に、はい、あそこをもうニヤ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 しながら歩いてでその後に基本的にイベントお渡し会やりつつも、さっきちょっとほら何でしたっけ、北方商店街の中にずっとこう出店ブースがあるんです。行かれた方いらっしゃいますか、あっちの。あ、結構いますけど、はい、びっくりしました。普通に森かおる先生がいらっしゃったのびっくりしましたあ、サイン書いてると思って、で生原画を見て、あと今回はちょっと残念ながら設営はされなかった、イベント開催されなかったんですけど、眉山山頂もちょっと実はさっき見学に行ってきまして、あ、景色良かったんですよ、すごく。もう綺麗に何もないですよ、ね、昨日の跡形もなく普通に駐車場としてお客さんが止めて使ってて、ここにこれがあったんだって説明して、そんなの信じられませんね、沖田さん。普通のただの車の駐車場なんですよね、もともと。私が一生懸命、いや、ここがメインステージで、ここに関係者用のがあって。いや、その車で運転しながら、ここから、ここまでがステージですって。動かしながら説明してくれたそう、一生懸命街遊びを説明してました。でもそういうのも含めてなんか熱気というか距離感近いじゃないですか。さっきもお渡し会した時に、まあ、上田玲奈さんのファンがすごい詰めかけて、僕は横で誰だお前って感じでこう渡してたんですけど、でも誰だお前そんなことないですよ、監督ポスター巻いてるだけみたいな一応僕来てくれた人もちょっといましたしね。もちろんですよ。昨日とか山頂のイベントでニュータイプの水野編集長がマイクを渡す係をずっとしてましたまあ、そんな感じで非常に楽しんでるのは事実でございます。お祭りですからね、はい、でさっき上田さんの話も出たんですけど、そのレナちゃんも出てるアルモニについてお話をいただいてもよろしいですか。これアルモニポスターですよね、はいはい、先にちょっとお聞きしたいんですけど、このアルモニっていうのはアニメ未来の2014で今年公開された4つの作品のうちの1つなんですが、ご覧になったという方いらっしゃいますか。あ、結構見てますね。じゃあ半分以上見てる、見てない、じゃあ見てない方のために簡単に説明しますと、アルモニっていうのはさっき言った通り、その日本のアニメーター育成事業として始まったプロジェクトで、アニメーター育成する、でも企画に関してはもう何やってもいい、好き放題やっていう、内容も別にその国のお仕事だからって、いかにもその、なんていうんですかね、教育目的的なアニメじゃなくても、むしろそうじゃない方がいいですぐらいの勢いで言われて、もう高級不良職に話さなければ、はい、なんで言うと、エロとグロはやめてねっていう、それ、なんでもいいって言われたので、あ、これはちょっとじゃあ、普段できないこと、やりたかったことをやろうということで、学園ものなんですよね、アルモニっていうのは。それも男女共学の高校生の話で、なんか今までにないぐらい、その実際にありそうな高校の一幕を描くというアニメで、主人公が本庄明夫君っていう、その昨晩見たアニメの、すごい大人気のラノベのアニメの神回が昨晩の深夜に流れて、それを次の日の朝礼に昨日のあれ見たっつって話してこう盛り上がってるところに、なんか体育会系の男がちょっとうるせえよって言って、こう萎縮しちゃうような男たちのよくある、はい、クラスカーストをちょっと入れ込んだような、でもファンタジーが入ったちょっと変わった作品でして、これがそのヒロインのパティナ・ジュリっていう、なんか本当に高校生でいそうな感じのキャラクターを目指して、ね、作ったキャラクターで、それを上田玲奈さんがね、まあ、花山田で主演されていたんですけれども、上田玲奈さんが本当に独特の声でやっていただいて、見てない方は見ると分かると思うんですけど、結構発声が異質なんですよね。そうですね。それも含めてちょっと非常に面白い、自分で言うのもなんですけど、面白いんで、見てない方は
結構実は結構自分の中で満足のいく出来になった作品で、見てない方はぜひ興味持って見ていただけると嬉しいなと思っている作品です。はい、先ほどパラソルの方でも見たんですけども、はい、そのアルボニー単体のパッケージ化をされるということで。そうなんですよ、はい、アニメ未来って最初は2014、2013ってくっくりで4本のやつを出すんですけど、アルボニーはその後単体のパッケージを出すことになりまして、これがそのポスターですよね。すみません、見えないですか、この三角形が書いてるやつですか、この。あ、じゃあそれです。あ、すごい。これ一応単体パッケージで今度、11月に出ることになりまして、今予約受付中なんですけど、短編アニメの割には非常に内容が濃いんですよ。実は例えばその劇中でそのいわゆるアニメ好きのインドア系の男子3人組っていうのが出てくるんです。そいつが主人公の秋代と吉田渡辺っていう、なんかそのアニメ話すときはすごい楽しそうに話すんだけど立場がちょっと弱いような男の形で、ほら、いわゆるそのオタクってレッテル貼られてるキャラクターの描き方って、そのアニメだと割とそのすごく美化されるか、逆にコミックタッチなぐらい卑下されるかのどっちかが多いなと思ってたので、結構リアルに今回やったんですよ。リアルっていうのはどういうことかっていうと、その彼らは彼らですごい楽しそうに話をしてるし、そのそういう青春の謳歌の仕方をしているっていうところを非常にその押し出して作った作品 で、 で彼らがハマってるという設定 の、 その架空のラノベが出てくるんですよ。絶対レイドのクラウディアっていう学園バトルものなんですけど、例えばあれも劇中にその小説を読むシーンとかが出てきて、その文庫本も画面に出てくるんですけれども、その本当に流行りのイラストレーターさんが絵を描いて帯があって、今アニメ化中で帯が描いてあって、それもそのデザイン発注するときに本当そのまま書店で売られてもいいぐらいの情報量にしてくださいって言って、がっつり表紙も作って、でその中を読むシーンもその挿絵があってフォントがあって文章があってっていう風に本当に作り込んだりもしてて、その絶対レイドのクラーでは通称ゼックラがちゃんとの素材も全部そのブックレットの中に入ってたりとか、結構一回見た後でも楽しめるような、特典が盛りだくさんになってます。そうですね、私映画館で見たんですけども、書き込みがすごくいっぱいあって、一、ね、回さらっと見て話を理解する以外でも、もう一回見てここの絵とか、あと他のキャラクターたち、名前が出ないようなキャラクターたちもちゃんとリアルな感じなんです。本当に見た人が何も思えないというか、自分たちの世界観が画面の中にあるので、見る人たちは本当に見るって感じの描き方をしていて、なんか本当に誰かに感情移入できないかなと思って作ったんですよ。だから自分はこのキャラだった、自分はこのキャラだったとか、男性もそうだし女性とも結構バラエティ豊かで、ということは中の特典で私気になってるのが、コンテ冊に吉浦さんの声が当ててあるやつがあるんですよね、はい、そうなんですよ。今回そのかなりその特殊なセリフ芝居で掛け合いが多かったので、それでやっぱりあれ中二病全開で読んでるんですか。もうコンテに最初に全部自分で声を吹き込んで、それのでタイミング測ったんですよ。で男性キャラも女性キャラも全部僕が声当ててる。女性キャラが聞きたいですね。もう恥ずかしいけどこれを入れなきゃ商品になりませんって上から脅されて入れてるんで、やっぱジュリちゃんはジュリちゃんな感じなんですか。ちょっと自分では熱演して、お若干キモいですけどね。でなんか女子は女子でその女子の3人組が出てくるんですけど、その3人組なんだけど、なんとなくその3人の中でこう、その中でほら、この人がリーダー、無意識のリーダーで、この人のカーストが一番上で、その子が席を外してる時に残りの2人がまたちょっとなんか行ったりとか、そういう風なことも結構発生する、結構胃に痛いアニメだったりもするんですけれども、痛いアニメを全部遅延してるわけですよね。そうですね、全部1人楽しみです。まあ、それもまあ一つ見どころの一つと言っておきましょうか、はい、でもなんか今回そのアルモニーが単体パッケージっていうのは、今までのアニメ未来ってこの4本まとまって一つのパッケージですよっていうけど、すごいなんか珍しいですよね。そうですね、でも一応実例で言うと2回目で、リトルフィーチャーアカデミアっていうタイトルが出てはいるんですよ。でただ今回のが初めてなのは、今回って発案がアスミックさんと角川さんっていう普通の形で来てていてですね、そうですね、前 のリトルウィッチの時はあれってこう事実上トリガーさんが自分でインディーズ作ったような作品だったので
まあ、今回みたいに普通にこういう風に乗るということはアニメ未来的にはむしろいいことだし、やっぱり制作会社がその自分たちで作品を作ってそれをこう皆さんに届けていくみたいなことはぜひ望ましいなということで、権利を 100% 制作会社に戻しましょうと言っているのでとても良いことです。であとちなみにちょっと脱線をすると、はい、リトルイッチ以外にももう一つ10月末リリース情報リリースぐらいで新しく一つ動きが出ますので、ぜひお楽しみになさってください。ここにいらっしゃる方は当然っていうかアニメ未来結構みんな見てる方多いんですよね。ああそうですよね。じゃあ例えば2013も見たっていう方はどのぐらいいらっしゃる。結構もう大体見てるんですよ。もうだって昨年の2013すごかったじゃないですか。ね、リトルイッチアカデミアとか、あんなの先に作られたらどうするんだろう。でも吉浦さん別に2013の中だとリトル推しじゃないんですよ。そうなんです。実は僕リトルウィッチャーがね、もちろんリスペクトするんですけども、なんかもうすごいし、なんか方向性も違うし、もう僕はもう神棚にあげてうわーって思って、どっちかというと僕実は仮想的がですね、ワットハウス のデスブリアードだったんですよ。立川さんって監督さんがほぼ僕と同い年なん、ちょっと下なんですよ。むしろ30か31ぐらいだったかな。そうなんですよね、うん、そしてイケメンなんですよね。イケメンですね。しかもいいやつなんですよね。そうなんですよ、だから機能しどころがなくて、なんかこうアルモリ的に許せない感じですよね。これで殺菌まで負けたら俺は完敗だと思ってで、デスビリアドには負けないぞとデスビリアドには立川さんが感想的になってますよね立川さんのね、ほら進撃の巨人の立川さんコンテ会とかすごいんですよね。ほらエレンが巨人になる初めての回、確か立川さんの回で本当よくできててすごいですよね。まあ、そういうのもあって2013っていうのがあったから、でも2014って多分僕以外のゲームも全部結構プレッシャーだったんじゃないかなって正直思いますね。ちょうど2013ですごく町遊びに来てる方は分かると思うんですけども、宣伝をいっぱいしてリポーターを起用し、そうです結構こう外に出ていったやつなので認知度がぐっと上がったんですよ ね。その次の第1本目ってことで、2014はなんかいろんな意味で嬉しくもあり、今日プレッシャーもある感じでした、ね、そうですね、そういうことになるんでしょうね、はい、でも2014 の例えばアルモニの現場ってどんな感じだったんですか。アルモニはやっぱり皆さんね、なかなか現場のことって伝わらない部分もあると思うんですけれども、基本的に1個の作品を作るスタッフが1箇所に集まるってことがまずないんですよ。例えば自分はこの前、1つ前、逆さまのパテマっていう劇場アニメを作ったんですけれども、それでもメインの原画マンと顔を合わせることなんて1回か2回ぐらい、人によっては1回も顔を合わせずに描いてもらったってことが多くて、それがアニメ未来ではメインのアニメーター6人が全部同じ場所に集まって、で監督もいて作画監督もいて、その中で作っていくっていう、その本当にですね、つまり皆さんも一度ぐらいともジブリのメイキングとか見たことあると思うんですけれども、もののけ姫やこうして生まれたとか、なんか、まあ、テレビでよくやってますよね。ああいう風に監督がいて横で原画描いてるって現場がまず実はアニメってないんですね。であれにほぼ近いこと今回できたっていうのがすごく大きくて、なんか特に今回新人のアニメーターを必ず起用するっていうところで、6人の若手アニメーターさんが横で苦悩してるのを、目の当たりにして、このコンテ難しいとか言われながら、おう、ごめんよって思いながら、なんかでもなんか本当に新人同士で試行錯誤して、なんかあえて芝居と同じような演技を実写で撮るために他のアニメーターと協力して、ちょっとここでこんなポーズを撮って、それで写真を撮ってなんか研究したりとか、してたりとか、あるアニメーター、斉藤君っていうんですけど、彼なんてですね、要はジュリちゃんが明夫君に迫るあのシーンを描いた、ピンとくる方はいると思う。目標のシーンですね。ね、セーラー服を着た女の子がこう四つん這いで迫るっていう、なんかあまり言うと怪しいんですけど、あのシーンを描いてる時になんか一生懸命作ってるなと思ってチラッと見たら、プリーツスカートの模型を紙で作ってるんですよ。それでそれを見ながら描いてるんですよ。何作ってんのって言ったら、これで色気が出るんですつってこうなんかこうやってこのぐらいのちっちゃなやつをこう作って、本当にもうみんないろいろ苦労してっていうか、本当に工夫して頑張ってるなっていうのを目の当たりにできた現場として、アニメ以来本当に有意義でしたね。でアルモニってぶっちゃけ派手なシーンってあんまないんですよ。派手ではないんだけど、例えば爆発が起きるとかアクションシーンがあるって、そのなくてひたすら日常動作なんですよね。
みんなもご存知の学校にある学習机があるじゃないですか。あれから立ち上がる、あれから座る、教室を歩く、出ていく、また立ち上がる、座る、そういうのばっかりで、実はちょっと面白いことがあって、絵コンテで主人公たちがこう昨晩のゼックラの話をずっとアニメの話をしているときに、僕でここで僕の女の子が席に座るってちょろっと軽く僕が描いたんですよ。そしたらそれを絵にするときにちょっと実演しますけど、熱が入ってきましたね。どうぞ。女子と思ってください。女子と思ってください。女子だそうです。こうやって座るんですよ。こうやって座って返して、でこの時にスカートを撫でてくって、あ、そうです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 。これまでこの一動作を描く大変さを僕はコンテ描いた時分かってなくて、現場見た時に、あ、ごめんなさい、こんな大変なんだって気づいて、手前で喋ってる男の子の5倍ぐらいの枚数を実はボブで使ってたりして、結構凝ってるんですよ。で、すごい割にはよく見ないとそこそこ伝わらない、できて当たり前に思われてしまうっていう、ある意味その損な作風ではあるんですよね。でも見ていただくと分かるんですけど、本当に当たり前の日常芝居が当たり前に描かれてて、しかもなんていうんですかね、例えばその一番最初に朝の朝礼のシーンから始まるんですよ。起立礼って言って、そこで朝礼が終わって5分か10分の休みがあって1限目が始まるじゃないですか。でもその5分間で礼した直後って30人とか40人の生徒が一斉にバーって動き出すじゃないですか。で、あの感じをアニメでやりたかったので、そこのシーンがとんでもないことになってて、本当に20人ぐらい一斉にガーって動くんですよ。で、そのコンテを見せた時に、これマジですか監督って、最初の5カットだけって。で、そこは本当にね、よくできてるんですよね。もう本当にあ、こんな感じだったアニメ、僕の高校生活風になってるんで、今何言ってるかっていうと、誰も見てない人にいかに見てもらうかを頑張って宣伝してるんですよ今。そうです。なんかアニメって、そのいわゆるそのカメラが自由に動くので、そのある程度嘘がつけるんですよね。嘘がつけるんですけども、それを抜きにしても違和感なく画面が目に入ってくるんですよね。なんか今回は本当にぎゅうぎゅうに詰まってる感じをすごい出したかったので、主人公はもちろんですけど、一応その36人のクラスという設定にして、メインキラー以外の僕も全員顔を描いたんですよ、うん、で、しかもこいつらは文化系で、しかもちょっとイケてないグループだ、こいつらはちょっと女子との仲いい大会系グループだっていうふうに分類して、まあ、そういう話なんで、クラスメート全員作ったってことですか。顔はつくの作ったんですよ。で、それも実はブックレットに全部収録されていますあ、作画監督ってイカリアさん、ね、そうなんです。作画監督はイカリアさん、イカリアアツさんっていう方で、もともと板垣さん、板垣の名前でやってて、結婚されてちょっと名字変わったんですけれども、有名なところではフェイト、初期のフェイトの作画監督をやられてる方で、もうそれ聞くと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ上手い方なんですよね。フェイトやって、最近だと働く魔王様っていう、ね、名作を作られてて、で、フェイトの、しかもフェイトって面白いのが、作家が2人いるんですよ。要は男ムキムキマッチョキャラ担当と美少女キャラ担当で、イカリアさんはマッチョ担当なんです。マッチョ担当だからアニメ未来の現場って僕が座ってる隣がイカリアさんなんですけど、なんかたまに筋肉かきてーっつって筋肉でなんかちらっと見たら、なんかね、マッチョの男落書きをしてるんだけど、なんか今回その本人は曰く可愛いキャラが苦手だということで、かなり苦労されてたんですけど、そんなこと全然ないですよね。これとかイカリアさんの絵なんですけど、本当によく可愛く繊細に、しかも昨今のアニメにないぐらい線が細かい、昔のマッドハウスぐらいの細かさでも実際チームで活動されてたけど、はい、これが終わった後は当然解散するわけじゃないですか。そうですね。その後もこう会って、あの時の話したりとか、現在何してるとか。あ、それもあって、じゃあもうちょっと言うと、実は今回その作画監督の横に作画監督補佐っていう同じぐらいベテランの方がつくんですけれども、それがそのイカレーさんとよく一緒にやられてる又川大輔さんって方で、ご存知の方は実は逆さまのパテまでは又川さんがキャラで作家だったんですよ。その人が今回、ですね、アルモニの場合は美味しいとこなんですけど、夢のシーンを全部又川さんが描いてます。うまいですよね、あそこすごく、うん、そんな感じでやってたんですけど、当然アニメ未来が終わると全員ばらけて、いるんですが、比較的なぜか全員ほぼ近いところにいるんですよね。例えば作画監督のイカリアさんと、又川さんは
すぐ近くのホワイトフォックスって会社に、まあ、言ってしまえば戻って、今、赤目が切るってやつのメイン作家をずっとやられてて、で実はですね、イカリアさんが今度、これまだ言っちゃいけないかな、じゃあマスクして、マスクして、その代わりになんかそのイカリアさんがちょっとあることをし始めてですね、でそこに僕が今度はイカリアさんの下に僕が入る形で参加してるプロジェクトが1個ある、まあ、短いプロジェクトなんですけれども、だからちょっと立場逆転で、僕がむしろイカリアさんをプッシュしたんですけど、この企画ならイカリアさんがいいんじゃないですか、それで僕が補佐で入る形でやったりと、未だにその縁がありまして、で新人のゲンガマンたちもそれぞれ結構近いところで活躍しています。男性メンバーの何人かは実はそのまま、トリガー、キルラキルとかでおなじみのトリガー、僕今トリガーの席があるんですけれども、そこでアニメーターやってますし、しかもですね、そのうちの一人、さっき のプリーツスカートでおなじみの斉藤くんはですね実はこれまだ情報出てないんですけど、そろそろ出るんですが、僕の次の作品のメインアニメーターをやってもらってます。おお、出世しましたね。ですね、いやなんか初めて、彼もメインでやるの初めてなんですけど、やっぱいい絵描いてくれてますね、頑張って。だからそういうこともやって、で他のメンバーがその女の子が2人いたんですけれども、それもホワイトボックスに行って、そのイカリアさんとかの下で赤目が切るのね、オープニングの原画とかやってたりとか、結構活躍してます。なんか絆みたいのを感じます ね。やっぱね、現場でも仲良かったんですよ、アルモニーって、うん、なんかなんていうのかな、本当にこう仲良くて雑談が多すぎて、隣のブースから怒られたりました、ちょっとうるさいよでもなんか本当にそういうのもあって、本当にわきあいあいとした、もちろんその閉めるとか閉めてたんですけれども、イカリアさんも怖い人なんで結構、でもなんかイカリアさんも普通だとなかなかその上の人に聞くっていうことがなかなか本当アニメ業界ってないんですけれども、今回はその何かわからないことがあったら作画監督の人に持ってって聞くというのを積極的にやってて、イカリアさんも言われたら断らないスタンスで、これ教えてくださいって言われたらいいよ。それだけはなんかプロデューサーの稲垣さんとお話ししてたら、はい、イカリアさんが始めるときに自分の中でルールを作って、はい、でさらにそれを言うと、とにかく話しかけられたときにどんな作業をどんなに根詰めてやってても絶対にちょっと待ってを言わない、それを一度言うと若い人たちは萎縮してもう来なくなるから、どんな大変な作業してても何って言ってそのままさやるということを習慣づけたっていう話はされてましたね。素敵ですね。難しくて絵を描いてる最中で乗ってるとちょっと待ってってやっぱ言いたくなるんですよ、うん、それを全くしなかったイカリアさんは すごい偉いな、うん、そうです。なんかこう育成されていくっていう面ではすごいいいことだと思います。そうですね、それがあって、そのやっぱり半年間1本を作るっていう中で、それだけで何か本当にスキルアップするのかと言われることもあるんですけれども、でもああいうふうにみんなと一緒に1本のアニメをちゃんと最後まで責任持って作り上げるという経験を1回するっていうだけでも僕はすごい大事なことだと思いますし、特にその愛着を持ってあるワンシーンを全部担当させられるってなかなかないんですよ今。やっぱ昨今アニメの本数も多いですから、10カットとか5カットとか細切れにやることが多いんですけど、アニメ未来は本当あるシーンをがっつり50カット、ここからここまでの流れのドラマを全部担当するっていうことをやった非常に貴重な現場ですし、一回やっぱりその教えられたっていうのが大きいと思うんですよね。例えばじゃあせっかくなんでもうちょっと具体的な話をしましょう。よくガラス窓とかを描くときに、ガラス透明だけど、ほら透明であることを示すためにこう斜めの斜線とか入れたりするじゃないですか。あれなんで斜めかって分かります？全く分かりません。分かんない。僕も分かんなかったんですけど、隣でイカリアさんが新人間側に教えてるのを聞いたんですけど、何かが反射してるんですあれって。で、何かが反射してる時って皆さん車のフロントガラスを思い出してください。車のフロントガラスってこんな感じであるじゃないですか。だから斜め向こうのものが映り込むんですね。でその場合大体何が映り込むって、真横が垂直に置かれたビルのラインか蛍光灯なんですよ。ってことはそれが斜めにこうやって入り込むことが多いんですよ。斜めに入り込むことが多いですね。だから僕らは観念的にガラスまでに映り込むものは斜めになんかラインが入ったものっていう思い込みがある。だからそれを入れると車線っぽくなるんだけど、ガラスっぽくなるんだけども、理屈を分からずに描いてると成長しない。
だから何かが映り込んでる手で描くといいよっていう風にしてサラサラっと実演してて横でおわすっげーためになるわーって思いながら監督にとっても勉強になる。結構僕も勉強になりますね。あれはそういうことをあなるほどって思いながらやってて、でそういうこと一回教えられると、例えばこれ5年間ずっとアニメーターやってても一回も教えられないかもしれないことをたったこの半年間や3ヶ月の現場だけで分かっちゃう。これ実はすごく重要なことなんですよね。だからこれは本当に続いてほしいですね。本当に真面目な意見ですけど、続くといいですね。すごい、なんか制作はすごいこう魂のこもった作品で、公開されて反響とかいかがでしたか？実はですね、アニメ未来作るまでそのこのアルモニって作品は結構良くも悪くもちょっと変わった作品なんですよね。クラスカーストっていう題材を扱ってるっていうのはちょっと特殊ですし、しかもあの散々そのクラスのリアルな話ですって言っておられる割にこの三角の絵の中は何だって見てない人は疑問に思うと思うんですけどその要素もちゃんと出てくる、ちょっと一言じゃ言いづらいアニメなんですね。だからどう捉えられるかって不安だったんですけど、劇場で公開した瞬間からもう非常に好意的な意見が飛び交ってですね、特にみんな笑ってくれるんですよ。そうなんです。見る人は分かる、吉田と渡辺のあのシーンね、このシーン、あそこ大体どこでも笑われます。びっくりするのが、日本の映画館でもみんなあそこは笑うんですよね。これが海外に持ってたって大爆笑でしたよね。みんな笑うんですよね。でもアルモニで海外での上映とかもあったんですよね。そうなんですよ。アルモニは幸い一回そのスイスのアニメコンベンションに呼んでいただいて、そのために字幕版も作って、スイスのエマンコってすごい景色が綺麗なところでアニメのイベントがあって、そこでアルモニー上映させていただいて、何しろすごく日本的な作品だったので、その日本の高校生舞台にした日本のクラスカーストだからどう捉えられるのか不安だったんですけど、最初に先行してみたそのスタッフの方が分かるって言ってくれたんです。分かるんだ。もうこれ分かるらしいんですよ。この感じ、ちょっとこうクラスの中でもこうちょっとうまく言えないあの感じが分かるんです。こうなんかこう見渡してお前もかみたいな、そういうこうそういう感じみたいな。だからなんかそのジュリーがこうビンタするシーンがあるんですよ。あとそこで歓声が起きました。よくやってくれた。なんかそういうのは反応は大きいですよね、向こうの方は。でその次のヨシのシーンでドワーすごい笑ってくれて、で最後のこれ見てない人ごめんなさいね、アキオくんがジュリの落書きを真似て中途半端な絵を描くじゃないですか。あそこでお客さんがあこういう絵になるよねっていうのがなんかこう痛い感じが伝わる。だからこれ実は万国共通だなと思って、でも同時に日本国内でも海外で言われたのはで第2話はないの言われて、なんか続きあれで終わってるからいいって方もいれば続きが気になるって方もいらっしゃって、実はアニメ未来のこの2014って劇場上映が終わった後にテレビで流れましたね。そうですね。あれはどこでしたっけ、大阪地方、大阪で、そうですね、アルモニは MBS さんで流していただいたのかな。それが確か秋版、夏版の春版、いや、アニメ未来でいうと3月に MBS さんで流れて、だから春の新版と被ったんですよね。春の新版の、そうです、被り手前その辺ですね。だからちょうどその春の番組の第1話の時期に流されたんでそれを見た人がよし、これは2話を見るの決定、アルモニってごめんなさい1話しかないんです。ないです。やっぱりでもあれは機械であれば本当に続きを作りたい作品でもある、あれで終わってる感もあるんですけど、実はもともとあの作品ってワンクールぐらいのアニメを想定した上でその第1話として作った側面もちょっとあるんですよ。嬉しい話ですね。何しろそのこれどこまで話しいのか見てない人もいるからな、ああなっちゃったらさ、際どい状況だけど、でも少なくとも全く接点がないと思われたクラスの中でも一番可愛いジュリーと接点を持てたわけじゃないですか。だからあの秘密を共有しているとジュリーに思い込ませて入れ続ける限り、アキオくんは接点を持てるわけですよ。つまり
このまま騙し続ければもしかしたら仲良くなれるかもしれないっていうかなり危ない綱渡りがあの後スタートするって考えると結構面白いストーリーになると思いませんか。いやてかどうすんだろうこの後と思いましたけどね、はい、実はあの後のストーリーいろいろ考えてるんですけど、まあご興味のある方はあのぜひ作らせてくださいって感じですね。そのためにはまずこれを買ってくださいって言ったな。あ、そうです。これを見ていただいて、はい、あの本当にあの面白い、あのぜひ見応えのある作品になってますし、あのブックレットにもかなり内容も豪華です。あのアニメ以来らしく各アニメーターのほぼ全員のインタビューが載ってるって珍しい仕様になってます。作画監督もあの新人ゲンガーマンもあそこのカットが大変だったとか、あとなぜか知らないけど新人ゲンガーマンが暇つぶしで描いてたあのリレー漫画が全部載ってたりとかね。そうそう、リレー漫画、もう役柄ぶっ壊しのリレー漫画が載ってたりとか、あとあの背景もすごい綺麗じゃないですか、はい、あの夢のシーンはあの逆さまのパテマに引き続き金子さんがっていう美術監督さんがあの手書き の, あの背景美術を描いてて、今はもうどっちかというとキルラキルとかの美術監督で有名になっちゃいましたけどね。キルラキルで有名になっちゃいました、ね、気に入らなさそうですね。いやいや最初僕がこう連れてきたのいらんなことでもまあほらでも本当にキルラキルもお分かりの通りあれすごいいい美術を描くんですよ。彼の話も載ってたり、あと今回特徴的なのがあの教室とかの学校の描写が非常にリアルで、そこを頑張って作ってくれたあの CG 監督の話とかもかなりがっつり載ってたり、あとあの絶対レイドのクラウディアのあらすじも載ってたりします。じゃあ次はクラウディアを描いて分断デビュー分断デビューラノベを描くっていう、ね、ラノベ作家になるとか、もっと言うとですね、あのちょっといろいろ凝った仕掛けがあって、それ以外にも例えば単純にブックレットに書いてるだけじゃなくて、いろいろ探すといろいろ翻訳すると分かるようなちょっと隠し、しかもその翻訳すると結構確信に迫ることが書いてあるような、あの隠しワードもたくさん散りばめられてたりと、結構凝った作りになってるんですよ。あの何しろあの短編アニメ1本ですから、とにかく合格を出さなきゃと思って、あのそういう意味じゃ非常にあのある意味僕も今までで一番商品開発に口を出してかなり、ちゃんと作った商品なんですよね。なんかそこまで言われるともう一回見たくなりますよね。でも見る方法はこれしかないです。そこまで言われてようやく分かった。でも見る方法は今これしかないんですよね。はい、でもキャストの方も本当に熱演されてて、あの上田さんはじめ、あの本当にあの男の子の主人公の子が松岡くん、あのね、ソードアートオンラインって有名な、あの実はあの松岡さんに選んだ最大の理由がですね、あの本当に明夫君ってキャラクターがもう好意なんだけど中日の全開で、オーディションで彼の人となりを見た時に、あ、これ字で明夫だからもう決定だなって松岡さん昨日もあの男性声優賞2位を取ったんですけど、すごいコメントを残してくれてすごいですよね彼は。そうなんです、これ読むのっていうような、まあワールド全体の、はい、私松岡さん会ったことないんですけど、すごいですよ。だってあのアニメ未来の最初の舞台挨拶の時にあのメインの方と一緒に出たんですよ。で僕受けを狙おうと思ってあの学ランを着てあの舞台挨拶したんですよ、劇中のキャラのコスプレのつもりで、はい、そしたら松岡さんが突然なんかあの舞台の前で立ってずっとこの変な挙動をしててですね、あのこっちでメインの司会者が話してるのにずっとこうやってて、撮影であのしびれを切らして、あの松岡さんどうしたんですかって言ったら、照明が眩しくてつってなんか舞台だよ、眩しいんですつって、もう全部そっちに持っていかれましたね。俺の爪にどうしてくれるの。で、それが結構天然なんですよね。でそれで本当によく役柄に入り込んでて、まあ、なんかそういう意味で言うと、その辺までのその監督の中二病とか松岡さんの中二病とかをこう結集したら海外にも通じたと。そうですね、やっぱあれは分かるみたいですね、海外でもね、海外にもあると、その感覚が、はい、そうですね。なんかそういう意味で言うと、だからスイスでのその上映なんかも、もともとはアニメ未来でこう上映してたのがまあ伝わってっていうので、まあ、何年間からこうしていくと外からお呼びがかかるようになって、まあ、向こうからお誘いをいただいて実現したやつですし、でもそういうのもこう考えてみると、こうあっちに見えるですね、 UFO ケーブルシネマのオープニングの時に懐かしい高井さんが、はい、司会いただいて、そうです、オープンの時に上映いただいたことがつながってるのかなと。そういう意味で言うと、こう近藤さんが無茶振りしてきても受けざるを得ないのかなと。そうですね、昨日も知事とかが言ってらっしゃったんですけども、知事って徳島県知事、県知事が泉さんですね、そのニュータイプアニメアワードの
アニメの1位を決めるためのプレゼンテーターになってくれるんですよ。あ、すごいですね。そうですね、知事だから気を渡すんです。あれ、知事こう押してたからテントの横でずっと立ちながらこうやって1時間ぐらい見てたんですよ。あ、そうなんですか。知事立ちっぱだみたいな。知事もそうやってその UFO テーブルさんが、まあ、フェイトとかされた時にその主要都市でいつも放映されるアニメに主要都市の一部に徳島を加えてくれるっていうので徳島 もアニメの中で重要な都市として認知されて、まあ、後々は世界も徳島をこう世界の端にしていきたいとも言っていて、もう本当になんか徳島が世界に近くなっていく感じがすごく。そうですね、うん、そういう意味で言うとやっぱりアニメって面白くてこう国境を越えるし、なんか今インターネットの時代になると平気でこう別に東京発でなくてもなんかどこかから情報が強くポーンと出ると発信されるし、そういう意味で言うと面白い時代になってきたなと思います。なんか本当に予想以上にこんな盛り上がってるとはって思わなかったですね。そういう意味で言うとちょっとですね、こう横にこう何の看板を出してるんだろうというので思う、はい、あちょっとセベリスが。そうです、これご存知の方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。今日ビラを配らせていただきました、はい、ちょっとここからこう告知的にですね横からさせていただきたいんですけども、あのすごいジャパンっていうのは読売新聞社さんが140周年の記念事業として今年取り組まれているやつで、10月1日からあの始まってるんですけど、あのなんか日本で結構メジャーだけれども海外でそんなにまだ知られてないよみたいなのを、はいはい、お前もっとこれ見ろよというようなものをリコメンドしたいよというようなものをなんか賞にしましょうと、なんか読売新聞社としてそういったものをこうぜひ世界に羽ばたくお手伝いをしたいですみたいなことでお始めになったやつで、まあ、立ち上がる時にいろいろご縁があってですね、なんかこういうのやろうと思うんですけどどうでしょうかみたいなお話から一般社団法人にアニメ未来にお話があってちょっとお手伝いをしてきたと。で今回そういう中でこう50作品ぐらいがノミネートみたいな感じになって、10月から今こう投票受付中ってなってるんですけど、私自身もこうノミネートのやつを見てみたらですね結構見てない。でこうこんなものがあるんだというので。そうなんです。なんか漫画からラノベからいっぱいあって、ね、漫画、アニメ、ラノベ、エンタメの4部門ですね。そうなんです。神市、エウレカ、ノエギ、そしてアニメ部門に僕のが入ってないんですよね。これはいやこうほら吉浦さんも海外でメジャーだから、なんかこれこれねほら海外にまだ売れてないやつをロッと今超高度な切り返しでなんか何も言えなくなっちゃった。だってほらスイスに招待されるぐらい。そうですね。パリでもこの間上映してましたよね。そうですね。宣伝ありがとうございます。でも目が怖くて全然許してもらってないですけど。いやこれまだ今今回のノミネートは入ってませんけど、まあ、次回ノミネートされる可能性もまだなくてもあらずなので、ね、皆さん、吉田さんの作品好きですもんね。はい、こう投票されるときに、その他みたいなところとかコメント欄に、吉浦書けば、呪詛のように書けば、よろしくお願いします。で、そう、私時計を持っていないので確認していないのですが、あ、でも40まだね、結構ね、いけるんですよ。あ、じゃあ、せっかくなので、はい、せっかくなので、せっかくだから俺はこの赤いじゃなくてなんかこうこれ質問コーナーとか、あーしてみます。なんかこの場で言うのもなんかあれですけど、うん、質問っていうかまあそのなんか堅苦しいのは抜きにしてなんか何でもいいんで、うん、なんかちょっとじゃあ石原さんに質問タイム、はい、それはじゃあぜひすることに、まあ、皆さんまあ時間の許す限りという感じにして、でただその上でぜひそのアニメ未来2015というのもですね、今あの走っておりますので、あ、そうですよ、アニメ未来2015、はい、ね、ご案内を差し上げてから残り時間、はい、そうですね、よろしくございましょうかね。私初めて聞くんですよ本当に。2014、15とはちょっと外で見せてもらっていたので初めて情報を聞くので、はい、2015 の会社とか監督とかって知ってるよっていう方いらっしゃいます？さすがにそこまでだ、ね、まだ前なんですよね。でアニメ未来2015っていうのはもう今全社制作に入っておられてもうまさに今苦労絶賛中というような感じだと伺ってますけれども、はい、会社としてはですね4社入っておられまして、まず1つ目が JC スタッフさん。おお、 JC さん、 JC さんよくご存知ですよね。あの白箱ってご覧になりました？ GI スタッフって書かれてる、あれは IG と JC だよねみたいな。
もう白幕はもうまともな神経で見れないけど、うわーってなる。白幕をぜひ見ながらこう2015を待つといいと私は思うのですが、はい、まあ、白幕はちなみに PA さんなんで、はい、あちらはあの1年目にあの万能野菜ニンニンマンで入っていただいた会社さん、ニンニンマンはそう PA ですよね、うん、そういう意味でもあの、ま、無関係の話をしたわけじゃないですからね。それで JC スタッフさんですけれども、こちらのトキンとかあのレールガンとか劇場に著名なスタジオさんですが、監督としては鈴木洋平さんという監督さんが立たれていて、はい、プロデューサーさんはもう松倉さんと、それこそさっき あの板垣さんが描きたいマッチョマン松倉さんと、はい、マッチョマンなんですね。ということで、制作のプロデューサーは藤代さんが立たれていて、あの作品名としては秋の奏というようなことでオリジナルのタイトルだと伺っております、はいはい。なんか JC さんがこうゼロからオリジナルタイトルでなんか新しく起こすっていうのもそんなに多分多い話ではないと思うので、まあ、スタジオの方ともお話をしてみましたけれども、なんか社内の若いチームでそういうのをやってみたいということだったので、今回ぜひやってみますというようなことをおっしゃっていましたので、あの非常に楽しみにしていただきたいなと思っております。これが一つ目で、二つ目があの有限会社シナジー SP といってですね、あの結構小学館集英社プロダクションとかの作品とかを手掛けたりしているところで有名なところですけれども、あの作品名がハッピーカムカムというお名前で、監督が須田由美子さんという、はい、あのベテランさんで、プロデューサーさんが早船健一郎さんという方です。でこちらのマニアの方はもしかしたらご存知かもしれませんが、早船さんというプロデューサーさんは2年目の白組の知らんぷりというタイトルのプロデューサーも務めた方でして、結構あの子供に見てもらえるようなタイトルを作りたいんですというようなことで、あのこの須田さんと一緒に温めてる企画だというようなことですので、こちらもまた楽しみにしていただきたいなと思ってます。で3つ目があのスタジオディーンさん。ディーンさん、はい、ディーンさんって分かりますよね。はい、ディーンさん分かります。あのフェイトのステイナイト、はい、今やってるやつの一つ前、別ルートのやつです。別ルートですね。別ルートでやらされてる、はい、やられてるところですけれども、こちらで監督が石倉健一さんという監督さんが立たれていて、プロデューサーさんは浦崎さんなんですが、作品名が音楽少女といって、これも知る人は知ると。音楽少女ご存知の方、ありますね。結構これあの多分アニメ未来のタイトルの置き方としては割合面白いパターンの一つだと思っていて、こうキャラクターの設定があってね、音とか曲がついてからそれが作品になりますというようなことなので、まあ、どんな風なものが立ち上がってくるのかなというのがこれも楽しみだなと思って待っております。それで最後が手塚プロダクションさん。おでこの監督手塚誠さん。手塚誠さん、おお、吉原さんご存知。もちろんですよ。手塚誠さんの映画をよく見てました昔。そういう意味で楽しみですよね、はい。まあ、手塚さん総監督ということで立たれるということで、作品名が組とチューリップというタイトルだそうですけれども、監督は吉村文弘さんが務められて、でプロデューサーさんが清水さんと大石さんというお二人が立たれると。まあ、この辺の情報はですね、あの動画協会、日本動画協会さんのホームページの方にも文字として上がっておりますし、でまたこの後多分アニメ未来のホームページとかでも、今はあのスタヤさんの2014 の, あの9月 の, あのレンタル開始の告知のところにちょっと書いてるんですけれども、またご案内させていただくと思いますので、ぜひあの来年の完成を楽しみに待っていただきたいなと思います。いや楽しみですね。2015まで来たんですね。ね、やっと5年目ですね。5年目です。続いてますね。はい、感慨深いものがいろいろあります。じゃあその考えを抱えつつ、まだ10分ほどは時間があるようなのは。あ、そうですか。じゃあ吉浦さんに質問タイムをどなたか。はい、マイクは大声で。あ、大丈夫です。じゃあスケートダラス。ああ、さっきのお渡し会でかなり体を張った。ありがとうございます。あ、はい。あの、サイン色紙をね、はい、こういう、はい、はい、牧田樹里役に上田玲奈さんをキャスティングした理由、これはですね、あの今回その脚本を書いて、かなりそういかにも女子高校生なすっごいのをあの期待してたんですよ。したらもうあのほぼ劇中に出てくるのと同じような役作りのあの声がテープオーディションに紛れ込んでて、もうこれでいいよねっていうふうに一発で決まりました。だから本当にジュリに関してはもう一発決まりで迷うことがなかったですね。もう最初にあの声が入ってきて、あ、もうこの声しかないって思って決めたという、まあ、非常にシンプルかつ一番、まあ、幸せでスムーズな決まり方でしたね。だからあの花山田で主演されてますけれども、またあれとも全然違うんで、僕はぜひこちらのね上田さんの演技を
必聴だと思うんで、ちょっとここ僕かなり今回の企画ではかなり僕推してるところですね。私花やまたでご一緒させていただいたんですけども、ね、ゆまちゃんとなんか最初気づかなかったんです、あんなにのジュリーちゃんだって。そうなんです、全然役が違うかったので、なんか本人曰くジュリーの声は割と自然で、その自然体でやれたってことを聞いてたんですけど、うん、まあやっぱ上手いですよね、なんかいろいろ声を演じ分けるっていうものが上手いです、優しいですし、すごくいい人なんです。いい人ですね、はい次の人、他に質問のある方、なんかね、どうでもいい話でもいいっすよ、くだらない話でもどうしましょう、じゃあせっかくなんで、あ、じゃあどうぞ、女性の方、はい、女性の方、毎朝日課ありますけど、あるけどね、そうだね、救済の青汁を飲んでます健康のためにいいですか、本当ですか、あ、僕もほら食事事情がやっぱり偏りがちだなと思うんで、そんぐらいやろうと思って、ちょっと言うのはためらわれるんですけど、青汁飲んでるとおじちゃんみたいって言われるんで、でもそれはまあやってますね、今のところ健康大事ですね、体が資本な仕事ですからね、体が資本ですからね。他に質問のある方、どうしよう、すごいたくさんいらっしゃるんで、あ、じゃあどうぞ、パテマ T シャツ、徳島に来てやりたいと思っていたこと、徳島ラーメンを食べるってことだったんですけど、無事今日の昼に食べることができました、美味しゅうございました、非常にありがとうございます、まあすごいラーメンでこんな拍手が起きるとは思わなかった他に質問のある方、ガンガン行きましょう、じゃあどうぞ、ちょっと固く見た話、はいどうぞ、劇場版のウェイクアップラジオ、あ、はい、ウェイクアップガールズの劇場版でちょっと手伝わせていただいたんですけれども、山間さんからですね、ちょうどパテマとかイムの時間でやってたようなデジタルで部屋を組むような作り方を教えてくれないかと言われまして、それでその直接何か仕事をしたわけではないんですけれども、 CG スタッフと組んで、所属事務所があるじゃないですか、あの部屋の中のを 3D で組むというのの監修をちょっとやらせていただいた。ただそんなに実はがっつり関われなかったのはちょっと心残りではあるんですが、山川さんは僕本当にリスペクトしてというか、春日見た時に結構うわーっと思っちゃった人なんで、また何か機会があったらぜひご一緒させていただきたいなと思ってますね。はい、さあ他に質問のある方、じゃあ前から行きましょう。アイディアってこのように、僕アイディアはですね、基本的に何かと何か組み合わせるっていうのがでかいですね。映画とか漫画とか見たりとか聞いたり、もしくは子供の時の原体験でも何でもいいんですけど、単体のアイデアはよく浮いてるんですよ。でもそれを2つ組み合わせることで新しいアイデアにするように心がけてます。ロボットものプラス思春期の男の子のドキドキ感だったり、王道ボイミツガールプラス逆さま人間だったり、そういうふうになんか組み合わせが大事だなと自分は常々思ってます。単体だと結構ありふれてても、2つ合わせると結構独特のものになったりするので。そしてあとお二人、お二方で、あ、じゃあ奥の方ずっと挙げてらっしゃった。はい、はい、どうぞ。はい。やっぱり苦労したことは、普通の工程だともうめんどくさいからって飛ばしちゃいがちなこともちゃんと一つ一つ教えて丁寧にやったっていうのが一個大きいですね。特にアニメ未来では新人に一回必ずリテイクして返すっていう工程を必ず挟んだんですよ。だからそこはやっぱり教える側も大変だったみたいですし、僕もやっぱスケジュール的にちょっとかかるような作り方だったので大変だったんですが、良かったことはさっきもちらっと話しましたが、必ずしも新人のアニメーターだけではなくて、僕自身がすごい勉強になったんですよ。自分が知らないことも知れたし、こういうことで新人の原画マンが悩んでるんだなってことも分かったので、それは非常にためになりました、僕自身がですね。その2点が非常に大きいです。はい、はい、じゃあ次が最後の質問になるんですけども、あ、じゃあはいどうぞ。もちろんです。さすが、綺麗に締めてくれましたね。ありがとうございます。本当に
ちょっといい話をしていいですか。ずっと机の前で座って作るじゃん、作るって意外と世間の接点がなかったりするんですよ。だから自分にとってもうアニメを作るってその世間との接点を持つ唯一の方法だったりするんですよね。もし作ってなかったらこんだけの人に話聞いてもらうことなんて一生なかなかないことだと思ってるので、そういう意味じゃもう作り始めてもそろそろ10年ぐらいになろうとしてるんですけれども、もう自分の生き様になりつつあるんです、もう作ってること自体が。だからこうやってたまたま人の前で喋らせていただく機会が得られるっていうのは本当に僕の人生の節目節目に起こるボーナスステージぐらい本当に大事な機会なんですよね。だからこうやってこの立ち見席なのにかかわらずこうやって来てくださってるのは本当にめちゃくちゃ嬉しいんですよ。飛行機乗り継いで来た甲斐があったところが10倍ぐらいのリターンがある経験なので、皆さんもですね、今後この今回の僕のイベントに限らず、もし何かアニメで面白かったりしたらそれに対するアクションを積極的に起こしていただいて、もうここに来てる時点でむちゃくちゃ起こしてくださってるんですけれども、そういう人が増えるといいなと僕は思っています。ですから今後とも好きなものに対して足を運んだり見たり友達に勧めたりすることをぜひやめないで続けていただきたいなというのが僕の大きな願いです。なんか締めの言葉になっちゃいました。はい、すごいいい言葉、はい、ありがとうございます。いや、はい、そんな感じで今日1時間ステージなんですけども、アニメ未来2015もあとこちらのアルモニの DVD すごい楽しみなことで、はい、本日は台風の中わざわざ台風の来る場所に来ていただいた、ありがとうございます。そうです、台風に飛び込んでくださったアルモニ監督の吉浦さんとアニメ未来の桶田さんでした。本当にもう一度大きな拍手をお二人にお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ではそれですね、このアニメ未来のステージを本日は終了したいと思います。待ち遊びももうダメで今日は終わりなんですけども、皆さん時間ギリギリまで楽しんで、この後次のイベントとかいろいろありますので、皆さんまた最後まで遊んで台風の被害に遭わないように帰りましょう。本当に今日はありがとうございました。司会は高山由香でした。